みなさまこんにちは木村よし子ですえ今日は東京はインディアンサマーと言いますかあもう10月の半ばですのに夏さながらの青空まあ、季節のねこの移り変わりの読みの難しさ株式市場とデジャブ感がありますねただいまの収録時刻は当日の3時3分となっております今日のテーマはですね今の相場を一言で言いますと すなわち、外資の日本を安く買わせろ厚相場ではないかなというふうに思います。2025年大阪万博を睨んで何やら外資がうごめいているようですねえ。東京オリンピックとデジャブ感があります。というわけで今日もお届けしてまいりますえ。最後までよろしくご視聴のほどお願いいたします。さてですね、今日寄り付きは弱かったんですよね。 円安が進行し、そして株安、なんか嫌な感じだなと思っておりました。9時3分はですね、2万7954円44銭だったんですけれども、その後ですね、次第に上げ幅を広げまして、もう9時44分の段階では、265円高。この後もっとね、上げ幅を拡大していきます。まあ、岸田さんのですね、国会答弁もあってですね、 えー、その課税をね、見送る、今のところ考えてないという、ね、発言も相場の材料金になったように思います。何しろですね、えー、この岸田さんが総理になってから、株式市場は4000円から3500円ぐらいの幅、値下がりしたんですよね。こんな不吉な内閣、どういうことと思ってですね、失望した、ある面失望した投資家さんも多かったと思います。 9.3、菅さんが総裁選に不出場でですね、よもやまさかの9月の14日、なんと3万円超えの相場があったのに、岸田さんが選ばれてからですね、4000から3500円幅動いてしまった。まあ、これあらかじめですね、こういうことが起こるであろうと思ってた方にとってはね、安値買いの大チャンスだったわけですけど、期待した方にとってみるとね、 ちょっとね、振り回された感がありますよね。ちなみに、25日移動平均線の値は29,508円58銭ですので、今のところその1,000円下ぐらいまで戻してきたという感じですね。まあ、岸田さん、さすがにですね、金融所得課税は先送りすると言わなければですね、もう投資家から、経済界から、ソース感ですからね。なので、ぜひ、岸田さん、この金融所得課税などの 不用意な発言は、これから先、控えられた方が、その、選挙には勝ちやすいんじゃないかな、と思いますけどね。さて、今日のテーマの、今の相場って、要するに、外資が日本を安く買わせろ厚相場だ、と私が思う背景にはえ、そのね、仕掛けとなる、いろいろな装置が働いているからですねえ。まずですね、日本を安く買うためには、強いドルで、 安い円資産を買う仕掛けが必要ですね。えー、現在、112円、えー、後半に入ってきている為替、ドル円相場。この強いドルの背景には、原油高がものを言ってるわけですね。まあ、すなわち、原油というのはですね、ドル建て商品ですから、この原油が高くなればなるほど、安い円になってしまうわけなんですよ。すなわち、日本には石油が取れない、えー、そのね、石油の値段が高くなってしまうと、 どうしても必然的にドル建て商品が値上がりしていくというね、そういう、そういうストーリーになってるわけですね。日本円は安くなりがちなんです。石油価格は冷やしで見ていただいておりますけれども、強い状況ですね。そして、ドル高を支える要因の2番目としましては、この金利がですね、アメリカの10年ものの国債の金利がですね、非常にこのチャートを見ていただいてもわかりますように、タイと、 上昇傾向になってるんですね。まあ、いつまでもこんな状況が続くとは思いませんけどね。今ともかく強いドルでもって、その安くなっている円資産を買いまくりたいというね、そういう装置が、えー、うまく作動しているように思います。で、なんでですね、えー、欧米資本、そして中国資本が日本の不動産と株に群がってきているかと言いますと、 まずですね、えー、東京界隈を歩かれた方はお気づきのように、東京オリンピックを開催するというのでですね、それまで日本はもう少子高齢化だし、デフレが続いているし、成長性もないし、ビルを建て替えるなんてとんでもないっていうね、そういうモチベーションだったんですよね。ところが、えー、2013年9月7日にですね、東京でオリンピックを開催するというね、その発表があった後、 だん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 ですね、経営者もその気になってきまして、もう丸の内界隈はものすごく美しくなってるんですよね。東京でオリンピックを迎えるんだという喜びのもと、ものすごくビル需要が活発になりましてですね、建て替えられてもう本当に素晴らしい生まれ変わった東京になったんですね。ところが実際蓋を開けてみると、あれが流行って、 東京オリンピックは無観客、そして海外からのお客様を迎えることができず、えー、お金をかけて美しくしたビル群を手放す動きが続いているのはご存知の通りですね。今それを買いまくってるのはもう外資系の企業なんですよ。でね、1ドルが100円の場合は1000円の株、あるいは1000円の不動産を、まあ、10買えるわけですよね。今1ドル112円ですけど、 仮に120円まで進んだとしますと、強いドルで安い円資産を買う効果が、えー、ドル1に対して1.2倍の価値になったわけですから、えー、1000円の物件は実質880円で買うことになるんですよね。その資産価格が値下がりしていれば、さらにたくさん買えるんですよね。そしてですね、この買いまくってる主体の一つ、カーライル。 日本法人の助言役になんと安倍さんの筆頭秘書官を務められていた今井さんがこのカーライルのアドバイザーに今年の春に就任されていたんですね。もう全てのことを知っていると言っても過言ではないこの方が一体何の、何のためにアメリカ投資ファンドのカーライルグループに就職されたんでしょうね。安倍晋三前首相の秘書官や 補佐官を務めた元経済産業省の今井さんがですね、4月1日付で日本法人のシニアアドバイザーに就任したと発表されました。カーライルによりますと、今井さんは新たな投資機会の発掘や評価を行うほか、既存の投資先企業の事業運営や価値創造の取り組みなどにカーライルの立場に立って助言するわけですね。この人、日本人なんですかね。 えそして中国人の方が大阪不動産にバンバン投資をされておりますすなわち今もうあのね感染症で弱っている経営者の方たちに現金側近金いで買いまくってるそうですよ何を目標にお買いになってるかすなわち大阪万博2025を見据えて中国人の不動産業者が大阪を買いまくってるそしてカーライル並びに あの、アメリカ、欧米ファンドは東京を買い漁ってる。なんか、嬉しいような悲しいような複雑な心境なのは私だけでしょうか。さて、え大阪万博も東京オリンピックと同じように大阪の方たちを走らせることができるんでしょうか また、東京の方と大阪の方は考え方が違いますからね。まあそんなにうまくいくとは思いませんけどね。大阪の人はオレオレ詐欺には引っかかりにくいんですよね。まあなので、東京オリンピックの時のようなうまい汁が大阪で吸えるかどうかは別問題ですけど、私たちはすっかりですね、アベノミクスのあの時に東京オリンピックをぶら下げられて、 走っていったんですよね。まあ,あ、投資家もね、美味しい思いをしたと思いますので、いいことも悪いことも両方あったという点ではね、別にお、お合いですけどね。さて、アベノミクス実質スタートしましたのが、2012年の12月のことでした。もう一気にこの時にですね、70円台だった為替も円安方向。そして、外国人が怒涛のように日本株を買ってですね、日経金を5000円ほど押し上げました。 その後に東京オリンピックが決まってですね、私たちが、まあなんか騙されたような気になってるけど、その気になって走ってみようかみんなで赤信号渡れば怖くないと思って走り始めたのがこの辺なんですよね。外国人が5000円ほど先に買い回りして、日経金を押し上げた後、日本人投資家もその気になって買ってきたわけですね。えー、円安それを円安を受けてインバウンドが盛んになって、 日本株が上がり、不動産株も上がり、不動産そのものも上がりました。えー、東京オリンピック決定から設備,設備投資給にスイッチが入ったんですよね。また大阪でおし汁を吸いたいなと思ってる方たち、岸田さんを担ぎ上げて、アベノミクスパート2にしたいんでしょうかね。まあ岸田さんは地味な方ですから、えー、ね、祝祝と安倍さんのような 派手なパフォーマンスはないにしても、その路線を走っていかれるんでしょうかね。さて、先週取り上げた銘柄は今画面に見ていただいている通りです。どんな展開となったか見てみたいと思います。まずですね、月曜日、ビオンテックス、そして BML、そしてここにかミノルタ、そして応用地質、ミズホメディなどを取り上げました。 ここが線を引っ張ってるところの翌日ですね。寄り付きの値段、こういう値でしたね。そこからうまく展開してくれたのが、まあ、コニカ・ミノルタですとか、ちょっとね、あの、BML は上がったものの、その後ちょっとね、調整があって、また、あつら合わせですね。そして、えー、応用地質はね、守備よく行きました。ミズホメディはちょっと上がったんですけどね、その後ちょっとね、あの、こんなおとなしい動きとなっております。さて、 え、水曜日の銘柄ですけどね、インペックス。一旦その寄り付きで大きく下がって、そして盛り返してきておりますね。そして、えー、石油資源開発はあこんな感じですね。そして、出光興産はその後こんな展開です。そして、8316の三井住友フィナンシャルグループはこんな感じですね。そして、えー、三菱 UFJ、えー、銀行はこんな感じです。ということで、えー、水曜日の銘柄。 守備よくいきまししたでしょうかそして金曜日号ですけどね、メルカリ今日より付きすごく安かったんですけども、より付き大きく下がって、そして、えー、しばらく揉み合った後ですね、またぎゅーっと上がってきました。そして、えー、エスプールもですねしっかり展開しましたね。そしてディップがですね、こんな感じで、えー、展開しております。 そして、クイックはね、えー、より月からちょっと下がって、まあ、おとなしい地味な動きですね。まあ、こんなところです。皆様あ、うまくご研究の方進みましたでしょうか、えー、さてですね、今日の気になる銘柄は、当初一部の銘柄をたくさんあげました。まあ、まず、三菱 UFJ 買いやすいですよね。まだ、663円ですね。13円高でしたけどね。そして、外国人の視点に立って、日本を買うときに、 日本の不動産ですとか株を買うときに、どの会社が欲しいかと、外国人の視点で見てみると、やっぱりトヨタは外せないと思うんですね。今日は64円高でした。そしてですね、これから大阪万博ということを考えますと、JR 西日本、これ硬いんじゃないかなと思いますね。141円高、5553円ですけど、まだいけるんじゃないかなと思いますね。そして株式など様々な資産を運用している、第一生命ホールディングスですね。 こちら65円高でしたけど、これなんかもね、生命保険会社なども、外国人の目から見ると分かりやすいビジネスモデルだと思いますね。そして最近ね、あまり話題に上りませんけども、まあ地味なところでは、アステラス製薬なんかもね、えー、まあ急がば周りの精神で450、4503いいんじゃないかなというふうに思います。そして、えー、オリンパス。 7733ですね。こちら、あの、医療用の関連機器におきましては、シェアが高いですね。外国人からすると、このオリンパス、職種が伸びるんじゃないでしょうか。チャートも2、3見ておきましょう。今日はですね、東京オリンピックのデジャブ館ということで、大阪万博に注目した外資の日本を安く買わせろ圧。まあ、一番ヒット 筆頭銘柄としましては、JR 西日本なんかがね、大阪万博の、ま、ど真ん中銘柄の一つではないかと思うんですけれども、まあ、もっと、ちょっと経路の変わったところもという方でしたらば、9246のプロジェクトカンパニー、今日ストップ高しちゃってるので、明日高いところを追っかけてまでという注意は必要なんですけども、5310円でストップ高、705円高でしたね。こちらは何してる会社かと言いますと、 デジタルトランスフォーメーション関連ということです。えー、そして業績9月の29日に発表した人株利益がですね、2.1倍、えー。最終利益もですね、2.4倍と業績も非常に好調です。ぜひですね、プロジェクトカンパニー若い会社にも目配りをしてみてくださいね。それではまた水曜日にお目にかかりましょう。皆様いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと 動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですねチャンネル登録をいただきますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続きぜひこの動画とお付き合いくださいねまた様々研究してお届けしてまいります